いいぞ。どうした？なんと！
春日山での暮らしに不自由はないか雪村と、影勝様は仰せである。はい、不自由など滅相もない。人質の身でありながらかような厚遇を賜り。無用。人質などと考えるな。盟友と思えばこそこうしてそばに置いていると、影勝様はお考えだ。もったいないお言葉。気を重んじる上杉の家風、心が洗われる思いです。真田はそうではないか。は、いえ。正幸殿とは戦場で何度か相対した。にもかかわらず心中をお許しいただき。不思議と私利私欲は感じなかった。は、上杉には上杉の戦う理由がある。すなわち謙信公より受け継いだ義である。正幸殿もまた正幸殿の信じる何かのために戦っておられるのではないか。父の戦う理由。そしてお前の戦う理由もまたお前自身が見出さねばならない。影勝様はそう仰せである。私の戦う理由。うむ。戦う理由ね。つまんないこと考えるもんだね。志ってやつかな。まあ忍びにはあんまり縁のないことかもね。武士だって一緒だろ。狭い領地争って殺し合ってくだらね。おや、意外と繊細な感性をお持ちで。ああ、バカにしてんの。怖い怖い。でもまあ私にもあるかな。雪村様のために私は戦うよ。それが私の戦う理由。忍びにとってそんなのはただの仕事だろ。まあそう思うならそれでいいんじゃない。第8章、天下。本能寺の変から3年、信長の天下統一事業は家臣の羽柴秀吉へと受け継がれた。一方、真田は北条、徳川、上杉を渡り歩き勢力を伸ばす。裏切りを重ねる父正幸の生き様が理解できない雪村は、鬱屈した思いのまま人質として上杉へ赴いた。そこで出会った上杉景勝や直江兼続との交流を通して、雪村は己の、そして父の戦う理由について考え始める。そんな折、雪村は城下で不穏な噂を耳にするのだった。商品がまた来てください。
機かな。なんぞ報告じゃったか、水なり。こちらを。表裏卑怯の者の。はっ、真田昌幸、油断のならぬ者と見えます。真田、秀吉殿からの書状には何と。真田の振る舞い甚だよろしからず、天下安寧のため捨ておくべきではあるまい。だそうだ。真田昌幸、信濃を託せるのは家康様のみなどと申しながら、その下の根も乾かぬうちにこたびの寝返り、確かに許せるものではありません。沼田の一件は真田に計らず独断で決めた東方にも非がある。あの外交が徳川の最善ではなかった。北条との関係はおかげで良好になりました。殿は真田を、真田昌幸という男を試されたのではありませんか。いずれにしろ、真田をこのままにはできまい。殿、秀吉殿の魂胆は。承知しておる。秀吉殿は我らを使って真田を図ろうとしておるのだろう。だが真田を捨ておけぬのも事実。あの男はわしとは断じて相入れぬ。殿、こたびのことでようわかった。我が大望がため、真田は何としても除いておかねばならぬ。承知つかまつった。そこまでのお考えとあらば、
この忠勝が真田を全力で叩き伏せてご覧に入れよう。まったく、俺も当然最善を尽くします。二人とも頼みとしておるぞ。直ちに真田攻めに取りかかる。なんと、徳川が真田攻めの軍を起こしたとのこと、景勝様、どうか一時上田に戻ることをお許しいただけませんか。雪村、お前は己の立場を分かっているだろうな。もちろんです。されど真田を守るため私も戦いたいのです。戦が終われば必ず戻ります。どうかどうかお許しいただきたい。人質を返すことはまかりならぬ。されど名役に従い援軍は差し向ける。その将を雪村、お前にやってもらう。そうでありますな、景勝様。武運を祈る。景勝様、兼次殿、ありがたき幸せ。このご厚情に報いるべく、物の譜として恥じぬ働きをしてまいります。お許しをいただいた。直ちに出立し。了解です。はい。こんなに早く徳川と戦になるとはね。どうしよっかな。下手に動けば真っ先に俺が疑われるし、今回はおとなしくしてるかな。徳川に義理はねえし、師匠は来るかな。師匠と手合わせできるのも面白いかも。景勝様と兼次殿の許可もいただいた。急ぎ上田に戻り父上たちに加勢する。あ、ちょっと返事くらいちゃんとする。了解です、雪村様。
りました。あと少し間に合うと良いのだが。もう始まっちゃってんじゃないの。ひょっとした。適当なこと言うな。雪村様絶対大丈夫ですよ。雪村。兄上、影勝様のお許しを得てただいま戻りました。そうか、それは心強い。雪村、戻ったのか。はい父上、お許しもなく勝手な真似を。影勝公も人が良い。人質が戻ればこれ幸いと、わしが再び徳川に寝返るやもしれん。父上。ざれ言よ。今さら家康がわしを許すはずがないし、わしも家康の下につくつもりはない。だがよく戻ってくれた。頼みとしている。父上。はい。忍びが増えているようだな。そうでした。父上、兄上、この者はサスケと申します。以前お話しした安土で助けてくれたものです。ほう。雪村が世話になったのだな、レオユ。はあ。私を頼ってきてくれましたので、仕官を許したく思います。よろしいですか父上。好きにせよ。ありがとうございます。さあ、そなたからもご挨拶せよ。どうも、世話になります。ちょっと、あんた。雪村、早速だが任せたい務めがある。国衆の室賀のことだが。はっ。あれが真田昌幸。まあ、殺すのはいつでもできるか。お役目ですかな。風のようじゃな。ご苦労様でございます。
わしも忍びになれますかの。それはいい。はい。それはいい。どうした？忙しい忙しい。はい。なんだ。見事。品が入っております。良い出来です。良い出来です。良い出来です。
ご武運を。ああ眠いの。遅くまでご苦労様です。冷えますな。夜分に失礼いたします。遅くまでご苦労様です。あれ、忍びの人だ。No。ムロが一人撃てばいいってのに。
なんで律儀に討伐軍出すとか考えてんだよ。効率が悪いったらないでしょ。そこがゆyou
なんかあっさりだな。まあいい。律儀な。2番手ね。父上の用意された策が合戦の要、敵の忍びに仕掛けを暴かれるわけにはいかぬ。徳川の忍びを追い払えばいいんでしょ。朝まで耐えれば十分だよね。忍びの相手は忍びにお任せください。真田の策を暴か。この声は敵がどこから来るかわからない。気を抜くでないぞ。大丈夫ですよ、雪村様。忍びにはこんな暗闇なんて。当然だよ。影を奪う。私が敵を引きつける。手丸や砦に向かう忍びを減らせるはずだ。邪魔に出てください。
けるか雪村好機。ちょっと敵が多すぎるよな。俺は間に合わないんじゃない？という身のこなしか。泣き言言うな。敵より早く動けば問題ない。やるな。はい、エッチョ上がりった。打ち取ったよ。急げ。やるじゃん。私の次にね。液晶打ち取ったよ。すまね、助かった。したもんだね、先輩。二人とも良い働きだな。頼もしい限りだ。狙いは絞れた。メス。どうやらこっちが本番かな。師匠はまだ来ないのか。真田の小せがれがかようなところに。この機を逃すな。撃ち取れや。また目つけられてるよ。もっと上げにはいかないか。しかしすぐ一人で突っ込むのどうにかなんないのかね、雪村様。でも雪村様が敵を引きつけてくれたから私らも動きやすかったのかな。ああ、そうだか。
くら雪村様でもあの数大丈夫かにゃ。うっせえよ。敵将打ち取ったよ。そろそろ寝てろ。真田雪村これにあり。真田の戦とくと味わうがいい。撃ち取ったよ。急げ。はい、一丁甘いと。よくやってくれた。素晴らしい働きだ。素晴らしいじゃねえよ。一人で突っ込むとか勘弁してくれ。策は暴いた。真田破れり。俺が2番手ね。父上の用意された策が合戦の要。敵の忍びに仕掛けを暴かれるわけにはいかぬ。徳川の忍びを追い払えばいいんでしょ。朝まで帰れば十分だな。忍びにお任せください。雪村様は無茶しないでくださいね。真田の策を暴く。この暗闇、敵がどこから来るかわからない。気を抜くでないぞ。私が敵を引きつける。出丸や砦に向かう忍びを減らせるはずだ。大将が前に出てます。前に出るか雪村。後期
ない一丁上がりっと。大したもんだね、先輩。二人とも良い働きだな。頼もしい限りだ。狙いは絞れた。どうやらこっちが本番かな。シュウはまだ来ないのか。真田の小瀬なんかかようなところに。この気を逃すな、撃ち取れや。また目つけられてるよ。もっとぶわけにはいかないか。しかしすぐ一人で突っ込むのどうにかなんないのかね、雪村様。でも雪村様が敵を引きつけてくれたから、私らも動きやすかったんじゃん。まあ、そうだから。いくら雪村様でも、あの数、大丈夫かな。真田雪村、これにあり。真田の戦、とくと味わうがいい。なんという企画、こんな若造が。敵将、討ち取ったよ。敵将、討ち取ったよ。敵将、撃ち取ったよ。敵将、撃ち取ったよ。策は暴いた。真田、敗れり。意外と大したもんだね、先輩。二人とも良い働きだな。頼もしい限りだ。狙いは絞れた。メッセ。どうやらこっちが本番かな。師匠はまだ来ないのか。真田の小瀬なんかかようなところに。この気を逃すな、撃ち取れや。
つけられてるよ。ほっとくわけにはいかないかな。しかしすぐ一人で突っ込むのどうにかなんないのかね、雪村様。でも雪村様が敵を引きつけてくれたから私らも動きやすかったんじゃん。まあそうだけど。いくら雪村様でもあの数大丈夫かにゃ。真田雪村、これにあり。真田の戦、とくと味わうがいい。なんという気迫、こんな若造が。急げ。打ち取ったよ。敵将、打ち取ったよ。破れり。意外と大したもんだね、先輩。二人とも良い働きだな。頼もしい限りだ。狙いは絞れた。メッサこっちが本番かな。ショーはまだ来ないんだ。真田の小せがれがかようなところに。この気を逃すな、打ち取れ。また目つけられてるよ。ほっとくわけにはいかないか。しかしすぐ一人で突っ込むのどうにかなんないのかね、雪村様。雪村様が敵を引きつけてくれたから私らも動きやすかったんじゃん。まあそうだろう。いくら雪村様でもあの数大丈夫かにゃ。真田雪村、これにあり。真田の戦、とくと味わうがいい。なんという気迫、こんな若造が。構成は収まったかな。一人も入れるなとか無茶言ってくれるよ。やっちゃうか。結構いいじゃん。まあ私にはかなわないからね。わけは通る。
忍びを差し向けよ。我は真田幸村を狙う。他の者は真田の策を探れ。出てきたな、師匠。真田の策、俺が師匠に教えてやれりゃいいんだけど、俺にもよくわかんねえんだよな、あの正幸が考えてることって。雪村様が狙われてる。半蔵の旦那、動きが早すぎるって。しょうがない、ごめんよ師匠。もう少し遊んでいきたいんで。よくやってくれた。素晴らしい働きだ。素晴らしいじゃねえ。一人で突っ込むの勘弁してくれ。打ち取ったよ。愛想やるじゃん。私の次にね。全ての敵を退けたか。頼もしいな、二人とも。まこのぐらい余裕でしょ。そうそう、あたしらなら。よ、あたし一人でもね。二人ともよくやってくれた。これで父上の策もうまく運ぶだろう。ありがとうございます。どうしたサスケ。別にあのぐらい普通でしょ。あんたね。そうか、心強いな。二人の息もよく合っていた。見事な連携だったな。こんなのと。やはり息が合っているようだ。これからも手を携えて私を助けてくれ。よろ。どこまでおめでたいんだ。だからそういうところがいいんでしょ。それにまあ、あんたも思った。そりゃどう。雪村様の一番の忍びは私だけど、頑張ればその次ぐらいにはなれるんじゃ。はいはい、精進しますよ先輩。
忍びの人だ。